こんにちは、トイラボです。今回は2024年9月に廃盤になってしまうトミカと入れ替わりで発売する新作トミカについて見ていきたいと思います。ナンバー22、ボルボ C40 リチャージ。こちらは2022年9月に発売され、販売期間は2年でした。トミカとしての出来は結構いいと思います。フロントライトはクリアパーツにラインを入れて再現しており、フェンダーはプラパーツですが、雰囲気は出ていると思います。リアウィンドウもクリアパーツでいい感じです。アクションはサスペンションになっています。こちらは入れ替わりでナンバー22 GR スープラ GT4 エボが発売されます。ナンバー59 日産フェアレディ Z。こちらは2022年2月に発売され、販売期間は2年7ヶ月でした。最近のトミカでは意外と販売期間が長かったんですね。初回特別仕様が雷イエローで、すごくかっこよかった覚えがあります。ライト類がクリアパーツではないのが少し残念ですが、印刷で細かく再現されており、いい感じですね。アクションはサスペンションになっています。こちらは入れ替わりでナンバー59スバルレボーグが発売されます。初回特別仕様もあるので両方ともゲットしたいですね。ナンバー150三菱ふそうスーパーグレート漁船輸送車。こちらは2022年3月に発売され、販売期間は2年6ヶ月でした。トレーラー部分のボディカラーは黄緑で、フロントは艶消しブラックになっています。実際にこのカラーはあるのでしょうか。トレーラーの木の部分は再現度高いですね。漁船は何の漁船がモチーフなんでしょうか。ライトがいっぱいついていますね。アクションは本体取り外し、左右稼働、漁船積み下ろし、漁船走行となっています。船底が取れるようになっていて、タイヤがついているので走らせることができます。
ちらは入れ替わりでナンバー150江ノ電300系が発売されます。先行販売されていますが気になりますね。ナンバー17日産スカイライン 2000GTR KPGC110。こちらは2021年7月に発売され、販売期間は3年2ヶ月でした。こちらのトミカもプレミアムなだけあって、出来がいいですよね。空張りもホワイトとレッドが出ていたと思います。個人的には、ケンメリはこのシルバーが渋くてかっこいいと思います。アクションはサスペンションと左右ドア開閉となっています。こちらは入れ替わりでナンバー17日産日産 GTR が発売されます。発売記念仕様もあるので両方ゲットしたいですね。いかがだったでしょうか。今月もかっこいいトミカが廃盤になってしまいますね。ちょっと寂しいです。今月は他にもかなり発売されるので見ていきましょう。トミカプレミアム、トミカトランスポーター、日産スカイライン GTR、 DCNR33、 三菱ランサーエボリューション3モデルズコレクション、トミカプレミアムレーシング、レッドブルレーシング、ホンダ RB16B ナンバー33、レッドブルレーシング、ホンダ RB16B ナンバー33、ありがとうカラー。トミカアドベントカレンダー2024、ドリームトミカお猿のジョージ、ドリームトミカ SP ディズニートラベルコレクション、ドリームトミカホロライブコレクション。さすがに全部は買えないですが、欲しいやつは手に入れられればと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。